11月の壁面飾りを作りました。背景はロール紙に描いたものを毎年繰り返し使っています。木の枝は両側の余白から伸びてきているように貼りました。下の方に画用紙で作った菊の花を、これもはみ出すように貼っています。上の方には紅葉した木の葉を貼って仕上げました。雲や花の部分は型紙を置いてプリンターインクを薄めたものをスプレーして描いています。花模様の部分は今年付け加えました。菊の花は台紙に貼ってひとまとまりにしておくと貼り替えがとても簡単です。木の葉は木から生えているように、そして風で舞っているように貼っていきます。枝は茶色の画用紙にクレヨンで模様を描いて作りました。一つずつ詳しい作り方の動画がありますので、どうぞご参考になさってみてください。